おはようございます、皆さん。おはようございます。来るって、大和さんが取りに来るって荷物。さっき電話がかかってきて、なんかニューヨークナンバーだったから、え？と思って電話出た。おはようございますーとか言って日本語で、あ、超やべえ、懐かしいみたいな。心地いいと思って。そう。でね、11時頃着くよとは言われてたけど、なんか GPS だとなんか9時45分頃着くかもしれませんとかって言われて「はい、わかりました、ありがとうございます」って言って電話切ったと「やっべやっべ、くるくるくる」みたいなもうパッキング終わらせてるんだけど、このスムージーだけ明日作りたかったから、これを今こうパックしてだな。あれどこに入れる予定だったっけ？来てくれました。いいです。Oh, yes, hon. 2人さ、引っ越し屋さん、2人引っ越し屋さん来てくれたの。で、1人の人が日本語すごい初めから喋ってくれるからずっと喋ってたんだけど、もう一人の人が全然喋らないから人見知りなのかなと思ってずっとさ、私目でアイコンタクト取りながらなんとかだよね、ん？とか言ってなんか話いろいろ振ってたんだけど何も言わないで、シャイなのかなとかって思ってたら日本語喋らないんですって言われたね日本人じゃないかったんよ。面白い。シャイだと思ってた。危ないよ、そこにいなさい。Oh, you mean hexagon? Hexagon. There we go. We should be around them. Oh. We just should sit and then like wait for them, you know? I feel so weird because I'm used to moving everything. We've moved so many times. It's just like breaking everything down. You don't have to do anything. This is for rich people. Rich people there, right? Why do we need to stare at them, right? That's no. How was traffic coming here? Pretty good, or? Yeah, it's not bad. Not bad at all. It was just. I guess there's a lot of construction going on right now. So it didn't really like hold us up or anything. Okay. So. It's like a, the next best.いいですよ、全然写真撮っても。ああ、いいですか。すいません、失礼しました。こんなに。量は少ないって言ってました。一人家族にして。なんで。荷物がなくなった。うち4階だから、2トリップするって言ってた。いやー、もう1個心配なものが減りました。あと残りのこの家にいる間、お家掃除しなきゃだよ。なんか私もうちの旦那もそうなんだけど、今までずっと引っ越しさ、私と旦那でやってきたから、こうじっとしてられなくって、そわそわしてて、ずっとね、彼らプロだから多分。もう家の端っこで座っててくださいって感じなんだと思うんだけど、うちらすっごいうろうろしてずっとこの作業を見たりとかして作業ずっと見せて、あ、嫌ですよね見られるのとか言って、ああやっぱりあれですよね、そわそわしますよねとかって言ってくれてもう全然慣れないわけ。全部やりますね、大丈夫ですんで、テレビでも見てもらって、テレビパッケされてんだけどさ、テレビでも見てもらって座っててもらって全然構わないのでとかって言ってくれるんだけど、もうそわそわしちゃって、もうずっとこうやって見てさ、横でうろうろして、邪魔なんだよね、ほんと慣れないわけ。ああ、もうこの調子よかった。うん、よかったよかった。あ、いいですか。ありがとうございます。本当に助かります。鍵ですね。はい、ありがとうございます。本当に。ありがとうございました。大丈夫ですか、全部。大丈夫です。では、お気をつけて。終わりますので。ありがとうございました。お疲れ様でした。ハワイ楽しんでください。ありがとうございます。気をつけて。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。バイ。バイバイ。